ございます。今月も多くの皆様にご出演いただきましてありがとうございます。では早速私からの報告をさせていただきたいと思います。一つ目ですけれども、まず区の事業紹介ということで、事業提案制度、区民からの事業提案制度についてご報告いたします。こちらの前回も速報ということでお示しをいたしましたけれども、今年度から新体制において区民の皆様、地元企業の皆様からのお声をたくさんいただきたいということで、来年度予算に盛り込む、こういうことを盛り込んだ方がいいんじゃないかというご提案をいただく制度を始めました。で、233件個人から団体企業の皆様から合わせまして233件をいただいております。前回も申し上げたかもしれませんけれども、私非常に嬉しかったのはこの233という数もそうなんですけれども、10代20代30代の若い世代からですね 31.8% をたくさんのお声をいただいたこと、これは今まで豊島区がもしかするとあんまちょっとつながりきれてなかったそうではないかと思っていたので、非常に嬉しく思っております。分野についても様々、まちづくりから子育てから、子ども若者への支援等々をいただいております。性別は、大体、男性女性、いただいてますけど、大体4対6で女性の方が少し多いように聞いております。でこちらの233件を、10件に絞りまして、投票を始めました。次のページご覧いただきます。金曜日から先週の金曜日から始めまして11月10日まで、区民の皆様の提案を広く受け付けております。インターネットからもできますし、また区民広場ですとか、区民事務所などに投票箱を設置しまして、紙でもご投票いただける仕組みにしております。投票は区民の方に限らせていただいておりまして、お一人様1回3秒まで投票ができます。こうチェックがで、ナンバーとナンバーとナンバーがいいということをチェックいただく仕組みになってますので、大好きなやつでも1つに3秒というのはちょっとご遠慮いただいてるんですけれども、どれかこの10個のうちどれがいいかということで、3秒までご投票いただく仕組みにしております。具体的な内容ですけれども、この10、中で本当に233を10に、絞るというのは非常にこう大変な作業でしたけれども、この10をセレクトさせていただいております。中 の、 それぞれ の、 所管の部署だけでなくて、全ての、部の部長がですね、どれがいいかという点数をつけまして、そうした前兆的な観点からこちらの10に、今年はこの10で投票をいただくことにしております。東京都、大規模な東京都の昨年を見ますと684のご提案があって13件提案に回したということですので、うちの規模からすると10というのは、頑張って、10選んだ数としては多いかなというふうに思っております。で、こちらの10について、投票いただいて、投票数の多いものなどから来年度の予算にどういうふうに盛り込んでいくかという具体的な、事業の詳細を私たちの方で考えさせていただきまして、来年度の予算案の中に盛り込み、第1回区議会定例会に提案をいたします。で今回ですね、233非常にたくさんいただいて喜んでいるところなんですけれども、今後ですね、投票には10だけなんですけれども、本当にいいご提案がたくさんございました。で実は既存の事業でやっているものの中で、この意見を取り入れると格段にこう良くなるなというようなものもたくさんいただいております。ですのでこの10以外のものについても、このご提案についてはこの事業でこんな風に生かしていきたいというような、私たちの方のその検討の結果についても今後公表したいと
というふうに思っております。また分野ごとに、例えば環境についてはこんなご提案がありました、子育てについてはこんなご提案がありましたといったご提案の内容もですね、フルに公表したいと思っております。私も常々思ってますのは、最終的にこの10の中のいくつが予算化できるかっていうのはまた今後の検討にもよるんですけれども、それよりもやっぱり233お声をいただいて、それがやっぱり区と区民の皆様、企業の皆様とのつなぐ本当に大きなパイプになったと思っております。結果ももちろん大事ですけれども、いただいたものに対して私たちがどう考えているか、それを今後どうしていこうとしているのかということも、やはりこの、結果までのプロセスというのも非常に大事だと思っておりますので、ここに至るまでの、私たちはこの言ってみると222件について、どういうふうに考えたのか、何を生かしていこういくのかといったことについても公表していきたい。でそれをもとにまた区民の皆様から、今はすぐは無理かもしれないけどこういう提案があるならもっとこういうことを考えていったらいいんじゃないかといったような、次なるこうステップに結びつけていけるといいなというふうに思っております。次が豊島文化の日についてご説明をいたします。これが今年キービジュアルということで初めて作りました。できるだけこう若い方にも参加を多くしていただきたいということで、明るくポップな、キービジュアルを使いまして、また動画も作りまして、いろんな区内のサイネージで流しておりますので、ご覧いただいた方も多いかと思います。ちなみにこれが私をちょっとモチーフにしてくれて、ミユッキーという名前がついておりますけれども、このキャラクターがいろんなところに出没する仕掛けを作っているところでございます。9月の29日には豊島文化の日の特設のホームページも用意をしております。そちらでどんどん新しい情報を盛り込んでおりますので、ご覧をいただければというふうに思っております。では豊島文化の日の告知動画というのも初めて作りましたので、ご覧くださいませ。もう一本あるんですけどね今日は一本お見せをしております。そしてこの豊島文化の日で、一番大きいイベントでしょうか、ハロウィンコスプレフェスをいよいよ今週末、行います。10回目になりますので、関係者一同非常に力を入れて準備をしております。主なタイムスケジュールですけれども、土曜日は12時半からセレモニーを行います。先日小林幸子さんが区役所をいらして大変なにぎわいになりましたけれども、アンバサダーをしていただいておりますので、小林幸子さんもご登場され、また今年も実行委員会の代表の皆様、ドワンゴさん、アニメイトさん、サンシャインシティさんもコスプレをいたしますし、私もコスプレで登場をすることにしております。それからその後ですね、パレード、そして、待ちきれプロジェクト等々が続きます。パレードなんですけれども、中池袋公園からサンシャイン60通りの2通りのあたりまで、約300メートル、小林幸子さんともどもパレードを行います。去年はこの半分ぐらいの距離だったんで一気に倍歩くということで盛り上げていきたいというふうに思っております。それから右側にキッズチケットというのがございます。通常は500円のところ、豊島区の小学、豊島区在住の小学生と未就学児のお子様は今回は10周年のプレゼントで無料で参加いただけるようにしております。幸子さんも非常にこう張り切っていただいていたので、一緒に盛り上げていきたいというふうに思います。ぜひ多くの皆様にお越しいただければと思います。そしてもう一つのですね、今回の目玉がですね、
コスプレイヤーと一緒に、ゴミを拾って歩こうというのをやります。別の自治体などではコスプレの時にこういろいろゴミがたくさん出たりということで、大変だなんていうお話もありましたけれども、池袋のハロウィンコスプレは、ゴミを増やすんじゃなくて、もう参加した人がむしろゴミを拾って歩きますということで、私も含めコスプレイヤーの皆様と一緒にゴミを拾ってきれいな街づくりに貢献をしていきたいというふうに思います。でちょうどですね、受動喫煙防止のキャッチコピーというのを募集をいたしまして、これも多くの皆様から107件ご応募いただきまして、その中からちょっと選びきれなかったものですから3つキャッチコピーを選んでおります。でこちらはコスプレイヤーさんが持ってもらうゴミ袋に、こちらが入ったゴミ袋を持ちながら街をきれいにしていこうねという PR をしながら、コスプレイヤーさんと一緒に街きれいの取り組みをしていきたいというふうに思っております。次が、アニメートガールズフェスティバル2023、これも非常に人気があるイベントでございます。11月3日4日、行います。なのでもう毎週池袋ではコスプレがあるというような、感じでございますけれども、アニメートガールズフェスティバルはですね、乙女マップっていうのが皆さんご存知でしょうか。池袋乙女マップというのがあります。これ池袋の地図が入ってて、女の子が好きな楽しめそうなお店が入ってるんですけど、5年前なんで池袋の街も変わりましたしお店も変わってますので、今年全面リニューアルをしてお配りをすることにしております。それから東京都の方でもアニメ東京ステーションがオープンをいたします。10月31日、先日オープンのセレモニーがありまして、小池知事もいらっしゃり、私もご一緒させていただきましたけれども、知事も非常に力が入っておられます。で池袋にせっかくアニメ東京ステーションを作ったんだから、これは池袋の街全体、さらには豊島区全体で、いろいろこう漫画アニメ、等々の関連施設をぐるぐる回れるような回遊性のある取り組みをぜひお願いでということを知事からも言われました。アニメイトさんもあるし、サンシャインさんもあるし、またちょっと離れますけれども漫画の聖地トキワ荘もありますし、一箇所だけじゃなくてぐるぐる回って池袋豊島区全体を楽しんでもらえるような仕掛けを考えているところでございます。それが次にあります豊島デジタルラリーです。これはまさに本当に関係する企業さんがですね、全面応援で、やります。スマホで、こう行くところ行くところをこうピッてやってもらうのかな。でそれで、全部で12箇所12施設を回ってもらうというところなんですけれども、このスマホのアプリを使ったデジタルラリーで、全部行くのは大変かもしれませんので、まず半分行くと、半分行ったところで得点があります。全部行くとまた全部行った時の得点がありまして、例えばアニメイトさんからはこういうもの、サンシャインさんからはこういうものといったようなプレゼントがございます。半分行ったところのプレゼントはですね、このさっき言ったミユッキーのノート、これも地元の企業さんが協力いただいて作ってくださいました。いい紙なんですけれども、このノートですとかその他3種類から選んでいただきます。ぜひぜひこの機に今まで行ったこと、行きたいけど行ってないなというようなところにも足を伸ばしていただければなというふうに思います。次は、少しちょっと話題が変わりまして、ゆりかごオンライン面接を始めますというお知らせになります。豊島区では平成27年度から全ての妊婦の方を対象にゆりかご面接というのをやっております。大体妊娠届を出していただいた時によろしければその場で、あるいは別の日をご予約いただいてゆりかご面接を行っています。
助産師保健師からですね、まあ、いろんな妊娠中の不安なこととか、これからこういう時はこんな風に相談を受けますよなどなど、いろんなご相談と情報提供を行う大事な面談面接になっています。ただ例えばその里帰りで、ご実家の方で出産される、あるいは、切迫早産などいろんな理由でなかなかこう保健所まで行けないといった方もおられます。過去4年間、ちょっとまあコロナの影響もあったかもしれませんけど、ゆりかご面接受けていただいたのが7割弱ということで、3割の方は何らかの事情で直接面接が受けていただけてないというような状況でございます。やはり一番こう心配な心も体も不安定になる妊婦さんに対してできるだけの支援をということで、これから10月2日からも始めておりますけれども、オンラインでの面接も実施をすることといたしました。事前にこうお申し込みもいただくんですけれども、お医者さんなどから安静にしてなさいねと言われた方、また遠くで出産されるんで池袋の保健所に来られない方などを対象に面接をオンラインでいたします。これでできるだけ多く、一人でも多くの方、今までちょっといけないなと思ってたような方もしっかりと区の方でサポートできるように頑張っていきたいと思っております。次は豊島区と秩父市の芝居都市提携40周年の記念事業になります。豊島区はですね、昭和55年に観光協会同士が仲良くなったことをきっかけに、昭和58年に姉妹都市連携提携を締結をしました。今年で40周年になります。昨年度より秩父市長からも、これは今後のますますの連携のためにぜひ一緒にいろんなイベントやりましょうというようなありがたいお話も頂戴いたしまして、今年豊島区と秩父市と両方で行ったり来たりしながら連携の取り組みを行います。これまでもですね、両自治体がスポーツ団体なんかはスポーツ交流をずっとやってましたし、いろんなこう親善の取り組みもしてましたけれども、これからこれを機に一層秩父市との連携取り組んでいきたいというふうに思います。具体的な事業なんですけれども、まずは11月3日は秩父に私たちが参ります。秩父豊島マルシェということで、秩父市の方で例年こうマルシェやられてるんですけど、そこに豊島区がコラボをして秩父豊島マルシェを行います。でそこではマルシェだけではなくて、秩父の伝統芸能である秩父屋台囃子というのが披露されたり、こちらからは伝統工芸士の方が秩父まで行っていただいて、そこでワークショップをやったり、また東京よさこいチームが秩父市を盛り上げるというようなことを企画をしております。でまた次の週は今度は秩父市の皆様が豊島区にお越しをいただきまして、グローバルリングでイベントを行います。秩父市からは秩父高校、秩父農工科学高等学校吹奏楽部の皆様がご披露いただきます。また私たちからもですね、区在住で非常に私も大好きなんですけれども、青島博さんがご出演されまして、ご自身の演奏もそうですけれども、秩父市の高校生たちへのレクチャーを行うといった音楽イベントを行います。また、40周年を記念して豊島区和光市箕輪町ということで、今社会福祉協議会で災害協定を結んでるんですけれども、この機にということで秩父市にも、その秩父市の社会福祉協議会にも入っていただいて、4区市町での防災協定ということを結ぶ予定でございます。この総合応援協定というのは12月に秩父市と結びますので、またご報告を申し上げたいと思います。災害ボランティアセンターの運営補助ですとか、
救援物資の提供ですとか、社協を通じた連携っていうのは災害時本当に肝になりますので、ここもしっかり連携をしていきたいと思います。福祉の観点でもう一つご説明いたします。福祉救援センターの初動訓練というのを初めて行います。10月の24日、明日になりますけれども、センタースクエア、この1階の都市はセンタースクエアで行います。災害時要援護者対策というのを今豊島区力を入れているんですけれども、その取り組みの一つということで、豊島区とそれから特別養護老人ホーム介護サービス事業所の合同で行う初めての訓練になります。で、福祉救援センターのっていうのが避難生活をに特別な配慮をされる方に行っていただくところです。皆さんいざっていう時に救援センターに避難いただくんですけれども、そこだとちょっとしんどいなというような方、イメージとしては要介護3以上で、一般の救援センターでは生活に著しく支障が出るというような方、寝たきりの方とそのご家族というイメージですけれども、そうした方には救援センターから特別養護老人ホームに設けていただく福祉救援センターに移っていただくことになります。今回はその訓練ですね。で、その特養ホームには特養日頃の入所者への支援っていうのも当然ありますので、その福祉救援センターになった時に介護サービス事業者の方が応援で入っていただく、人的支援で入っていただくと、そういう連携体制で臨む訓練でございます。イメージは発災から2日程度経ったところ、要介護者の受け入れまでどういう段取りでやるのだっていうようなことをですね、一つ一つ三者で確認をしていきたいというふうに思っております。また今福祉救援センターの開設運営マニュアルというのを作っております。今回の訓練を踏まえてマニュアルに盛り込むべきこと、あるいはマニュアルこれちょっと変えた方がいいなというようなことについては反映をして現場に即したマニュアルを作っていくことにしております。具体的な流れが次にございます。住宅の喪失や倒壊などによって生活の場が失われた方、また失う恐れのある方がまず救援センターに避難をいただきます。で、その救援センターからですね、要介護者いますよというような報告が区に来ます。区の災害対策本部に入ります。その情報をもとに区から特別養護老人ホームに福祉救援センターの設置を依頼をいたします。できるかできないか、入所者の状況または、特別養護老人ホーム側の被害の状況によって、すぐできます、あるいはまだできません、あるいは何人受け入れられますというのもおのずと違ってくると思いますけれども、そうした、やり取りを行います。で、できるよとなった時に介護サービス事業者に福祉救援センターでここの福祉救援センターに何人お願いしますと言ったような派遣の依頼をいたします。介護サービス事業所から必要な人数が福祉救援センターに到着、体制が整ったところで救援センターから福祉救援センターに移っていただく、移送をすることになります。これまで介護事業者の皆様とは協定を結んだり、いろんなこう準備をしてまいりましたけれども、実際やってみるというのが初めてになりますので、どこに、支障が出るのか、例えばこういう時にはこういう連絡がないと厳しいよなど、実際にやって、いろんな課題が見つかるといいなというふうに思います。福祉もう一つございました。見守りと支え合いのネットワーク事業の協定締結式を豊島区はとにかく一人暮らしの高齢者の割合が高い
一方一高いという状況ですので、見守りを本当に大事にしています。高齢者総合センターといったこう専門のスタッフによる見守りもありますし、また熱中症防止ということで民生委員の皆様に各お宅を訪問していただくような地域での見守りもあります。それに加えまして企業の皆様などの日常業務を通じてちょっとおかしいな、大丈夫かなっていう気づきを持ってもらえる、そうした三層構造の見守りというんでしょうか、見守りの強化をしていきたいと思っております。これまでもですね、22の企業と提携をしてまいりました。輸送配送業者もございますし、新聞の販売店もありました、郵便局もありました、銀行もありました。22の皆様と提携をしていろんな見守りをしていただいておりますが、今回は新たに10事業者と提携をいたしまして、合計32の事業者と見守り支え合いネットワークの締結をいたします。協定式は11月10日豊島センタースクエアで行いますので、またぜひ皆様ご取材いただければと思います。具体的な10事業者はこちらになります。ファミリーマートさん、それから、公衆浴場、美容生活衛生協同組合、から銀行、それからシニアクリエイトさんというのは宅配をやってらっしゃるところでございます。何かちょっとこう お金のお支払いが大丈夫かなとか、あるいは、なんか身なりが少し構わなくなっちゃったなとか、そうした気づきをいただいて、これは心配だなっていう時には私どもの区の方にご一報いただいて必要なサービスにつなげていく、こうした連携をできるパートナーが10増えましたので、これからますます見守りしっかりやっていければと思います。これからはイベントをご紹介をいたします。まずは文化の関係でございますが、11月1日豊島文化の日には私も出身でございますけれども、東京都交響楽団が来てくれることになりました。ブリリアホールで13人の都教メンバーが見学アンサンブルをやっていただきます。非常に楽しみにしております。それから4日5日はグローバルリングで豊島ストリートフェスというのをやります。これはアーバンスポーツから音楽から、フードエリアもあるし、音楽もいろんなのをやっていると一日中楽しんでいただけるイベントになります。特にこのブレイクダンスやバルクールといったアーバンスポーツというのはですね、以前もご紹介いたしましたチーム豊島から生まれたものです。チーム豊島では我々区側もこういう課題がありますというのをプレゼンし、また企業の皆様からこんなことができますというのをプレゼンいただいて、そこでマッチングがされたりっていう場なんですけれども、まさにこのアーバンスポーツは当初の豊島チーム豊島の場でプレゼンをいただきまして、じゃあ早速豊島文化の日に合わせてやってみようよということで初めての取り組みになります。アーバンスポーツなので若者の皆様多く楽しんでいただけるんじゃないかというふうに思います。これからもやっぱりチーム豊島でのご提案というのはどんどん組んでやっていきたいというふうに思います。それから次は豊島ミュージックサークル、これも今までもやってまして私もすごい好きなんですけれども、公園ですとかいろんなところで道路の路上ですとか区の施設ですとか野外でいろんな音楽を繰り広げております。非常に面白いのでぜひお越しください。これも11月の3日から5日と18日で行います。そして定番でございますけれども、東京ミュージックイブニング夕べ、ここはですね読響がいらっしゃいます。また小馬健とその仲間たちオーケストラということで、いつも非常にお世話になっているオーケストラが演奏に来てくださいますので、これもお楽しみいただければと思います。最後
3つになりますけれども、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、ゴミゼロウィークで、やはり街をきれいにしていくっていうのが非常に重要なので、私たちは年に2回区民の皆様と一緒にゴミを拾うイベントをやっています。11月はですね、駒込、巣鴨、大塚、目白と駅をですね、1日ごとに場所を変えまして開催をいたします。参加者にはいつもお揃いの手袋なんかをプレゼントをしているところでございます。9月にやったゴミゼロデーにはですね、4日間で52団体740名の皆様がご参加をいただきました。これも一大イベントになっておりますけれども、私も行って一緒に拾いたいなと思います。本当にありがたい取り組みになっております。次は児童虐待防止の関係でございます。11月が秋の子ども真ん中月間ということで、なっておりますけれども、豊島区においても児童相談所を設置区として、一生懸命取り組みたいという課題でございます。今年はですね、講演会を行います。11月18日にネットゲームが子どもたちの心と体にもたらす影響というのをテーマに、依存症の専門病院でございます国立病院機構栗浜医療センターから三原さと子先生、長年ゲーム依存の子どもやご家族の支援相談に当たってこられた先生に来ていただきます。まあ、ネット依存というのも非常にこう話題になっている深刻な問題かと思います。ゲームお子さんがゲームに依存していることをきっかけに児童虐待になってしまったというようなケースもありますので、このテーマで実施をすることといたしました。明治安田心の健康財団と共催で実施をいたします。また月間ではいろんなところで街頭のキャンペーンもいたします。こちらも職員を挙げて訴えていきたい、児童虐待防止については訴えていきたいと思っております。最後はですね、ちょっと毛色が変わりますけれども、ワンワン防災フェスティバルというのを行います。目白ペットクラブさんというところが主催で、我が区は公演をしております。今年残念ながらドキドキ防災フェスが雨で中止になってしまったんですけれども、昨年行った時もですね、ペットのコーナーを初めて作りましたら非常に人気がございました。コロナ禍でペットを飼う方も増えてます。私も猫2匹いますけれども、もう本当に家族の一員で、何かあった時にこの子たちをどこに連れてくのか、連れてかないのか、どうしようっていうのは非常に気になるところでございます。この防災フェスでもですね、ペットケアサポーターの方が災害時に必要なペット用品、こういうものはお家に置いとかなきゃダメですよとか、またドッグトレーナーの方からですね、災害時に興奮して暴れたりしないように、日頃からこういうしつけをしとくといいですよといった具体的なトレーニングも見せていただけるというようなことです。で、私たちからも昨年から装着が義務化されましたマイクロチップについてもご紹介をするということです。災害とペットの問題というのはもう切り離せないと思ってますので、ぜひペット、大事な家族のペットちゃんいらっしゃる方、お越しいただければと思います。はい、以上私からのご説明ご報告は以上になります。ありがとうございました。それではこれから質疑応答の時間とさせていただきます。皆様にご質問いただけますよう、ご質問お一人につき1問ということで、ご協力のほどよろしくお願いいたします。それでは挙手の上、ご発言の際は社名とお名前をお願いいたします。はい、こんにちは。
日新聞の小林です。よろしくお願いいたします。区民による事業提案制度についてお伺いしたいんですけども、10月20日から投票が始まって、今の時点でどれくらい投票が集まっているか分かれば教えていただければと思います。どうでしょうか。企画課長の沢田でございます。本日10月23日の10時時点で266件の、回答が来ております。これもですね、私も自分で X ツイッターやってるんですけど、もうしつこいほど流そうと思っております。もう知らなかったわってならないように、で区の施設には全部こうポスターも貼ろうと思ってますし、デジタルでもアナログでも多くの方にご投票をいただくことを強く願っております。では他いかがでいらっしゃいますか。じゃあ読売新聞の中村と申します。お願いいたします。同じくの区民投票について伺わせていただきたいんですけれども、1人1回3票までですとか、私の区民の方のみという制限があるかと思うんですが、その重複を避けるですとか、区民以外の方の投票を避けるですとか、どういった仕組みで行われていらっしゃるんでしょうか。制限を設けることにつきましては、東京都の、事例を参考にさせていただいております。で、実際ホームページにですね、そういった、対象投票できる方はどなたか、3票、1人3票ということをあらかじめ記載しておいてですね、性善説といいますか、そういった形になってしまうんですけれども、それをご了解いただいた上での投票というふうな形と、させていただいております。提案はですね、在住、在勤、在学ということで広く募集いただいた、募集させていただいたんですけども、これを予算に入れてほしいっていうのは、納税されてる方っていうとあれですけど、自分のお金でこれをやってる税金でやるのはこれにしてほしいというようなことがいいかなと考えまして、投票については区民の方にしております。それでは他にいかがですか。すいません、NHK の桑原と申します。そごう西武の件でお伺いできればと思います。以前ファンド側と情報共有の場を設けたいというお話があったかと思うんですけども、その後を面会されたのか、でその詳細と、どういったことをとして伝えて先方と共有したことなど、内容を教えていただければと思います。はい、9月の末頃ですね、多分会見した少し後かと思いますけれども、お会いをいたしております。そごう西武さんから新体制 の方々からご挨拶を受けるということで、区役所にいらっしゃっております。でこちらは8月に町の皆様がご説明を受ける場があったんですけれども、商店街の連合会の方とか、商工会議所の方とか、8月に区と一緒に説明をお受けしたんですけれども、その皆様に加えまして地元の東口の商店街の会長にもお入りいただきまして、お会いをしたところでございます。で、そごう西武さん新体制の皆様からはですね、今まで、いろんなこうやり取りはありましたけれども、この体制でしっかりやっていきますというお話、今まで通り区それから地元とはしっかり協力体制を取っていきたい、またかねてより私たちも申し上げていましたけれども、池袋のまちづくりっていうのを一緒にやっていきたいというようなお言葉をいただいております。
でまたこれも町の方たち私たちも気にしてたところですけれども、改めて、セゾン文化、百貨店文化、それはもうしっかり引き継いでいきますということ、またそごう・西武というものを必ず再生させていく、そういう意気込みで、しっかりやっていきますということをおっしゃってましたね。で私からはですね、何年か経ってそごう・西武がなくなっちゃうようなことはないんですかなんていうこともちょっと聞いちゃいましたけれども、ありませんと、撤退や、閉店っていうのは そういう気持ち、いやそれはもうしません、お約束しますということでおっしゃってくださいました。またそごう・西武の中でも池袋の本店っていうのがやっぱり何といっても一番大事な店であるので、そこをいかにこう再生するか全力でやりますともおっしゃっていただきました。でその時ヨドバシホールディングスの安藤取締役も一緒にお越しいただいたんですけれども、安藤取締役からもですね、自分たちの強み、それから百貨店が持っているラグジュアリーな魅力、双方をコラボしてよりこう盛り上げる新しい形の百貨店といったものを作っていって、それによって今までよりももっともっと多くの方を池袋に呼び込んでいきたいんだということをおっしゃっていただいております。非常になので区側としても町の皆様としても安心したなというような場だったと思います。で私からはですね、館 のスタイルが変わりますけれども、変わらず区にとっての大事なパートナーであるので、これまで以上に町の活性化やにぎわいに力をお貸しくださいということで、また区は今後ウォーカブルな町づくりを目指しておりますので、特にその中での南北デッキの整備というのは大きいポイントになりまして、ヨドバシさんとも非常にこう連携しなければできないことなので、そうした観点でもぜひ町づくり今後どうしていくかといったことについてはご参画をお願いしたいということをお伝えをしたところであります。今後の予定とかまた講演会の機会とかそういうのについて、具体的な面会というのはないんですけれども、私たちからですね、ヨドバシホールディングスさんに、今後の考えているウォーカブルな街づくりとか、デッキのプランとか、そうしたことをご説明に、伺う予定にしております。で街の方たちもですね、今後も何かこう進んでいくときに情報については共有してほしいというようなお声がございましたので、何か動くような時にはご連絡頂戴して、また顔を合わせることがその都度あるんではないかと思います。他はいかがですか。経済新聞の森岡と申します。ハロウィンなんですけども、今年インバウンドが復活してきてということも非常に、混乱などが予想されるのかなと思いつつ、渋谷区などで街にある外交しないでほしいというような呼びかけもありましたけれども、改めて今年 のハロウィンに向けて何か街に来られる方に呼びかけたいことであったりとか、あと、そして何か準備をされていることについて改めて説明いただけますでしょうか。はい、これは実行委員会の皆様はじめ関係者と常々言ってるんですけれども、よそと比べるっていうことではないですけれども、豊島区でに来られるコスプレイヤーの皆様っていうのは本当に礼儀正しいというとあれなんでしょうか、ルールを守られて、
で、周りの方にご配慮いただきながら楽しまれているというのは、去年私も参加して本当に思いました。サンシャインシティで着替えて池さんパークに来られる皆さんもですね、なんかこう道路をはみ出てわーなんてやってる方いませんし、ゴミをバンバン捨てるってこともありませんし、本当にみんなでこの、ハロウィンコスプレをのイベントを守っていこうねっていうような思いを感じるほど、みんなが大事にしてるのかなと思います。なのでちょっと今年はずうずうしくもう一歩ということで、ゴミも一緒に拾ってくださいよというような、イベントにも踏み出したんですけれども、それから親子で楽しまれる方も多いので、親子の去年も親子で、コスプレされてステージに上がって楽しまれたりっていうこともあるので、本当ファミリー層もありますし、非常にそこは街を挙げて、みんなで楽しめるイベントになっていると思います。で、今年とにかく10周年ということなんで、私たちもこれを機にまたインバウンドも復活して、区としてシティプロモーションもどんどん打っていきたいと思ってるんですけども、その一番大きい柱が漫画アニメコスプレ、これは豊島区としてはもうありがたい大きい大きい財産として発信の強力な武器にしていきたいと思っております。そうした意味で今年10周年なんで、私以外にも職員もコスプレをしてですね、区として頑張っていくぞというのを表明をしたいなと思っています。今日のコスプレの予定などは？はい、今日試着をいたします。太っちゃったんで入るかどうかあれですけれども、去年を超えるコスプレをして、とにかくその豊島区を知ってもらう人を一人でも増やしたいなと思います。ありがとうございます。他はいかがでございますか？お世話になります。東京新聞の永竹と申します。総合政府さんのことで戻ってしまって申し訳ないんですけれども、9月末頃に、お会いしたという、区役所の方に新体制の方々ご挨拶にいらっしゃったということなんですけれども、出席者を改めて教えていただけますでしょうか？はい、総合政府さんからはですね、新しく代表になられましたリュウさん、それから山下さんも、ボートレスの方ですね、リュウさんと山下さん、それから、井上さんと取締役の方から田口社長、そしてヨドバシさんからは安藤取締役ということで、1、2、3、4、5人お越しいただいております。その時は、商店街の方とか区の町の方はいらっしゃらなかったか？いらっしゃってます。はい、いらっしゃらなかった。いらっしゃってます。あ、いらっしゃった。8月にお会いした、私たちと一緒にご説明を受けた町の皆様に東口の商店街の会長さんが加わって、ご一緒にお会いしたという状況です。はい、ありがとうございます。他はいかがですか？ありがとうございます。いろいろなことを情報をお伝えをいたしました。11月の豊島文化の日に向けていろんなイベントをやっておりますので、ぜひ皆様にもご参加いただきたいと思います。それと一番最初に申し上げました事業提案制度、これ初めての取り組みでしたので、所管の方はもう本当大変だったんですけれども、233のご提案を一つ一つじっくり見させていただきまして、私もすべて目を通して、これについては既存事業で改善策として活かせるよねとか、これはちょっと難しいかもしれないけど考えていかなきゃいけない課題だよねというのを全件見ながら、所管課とそしてその背景にいますすべての部署と一緒に考えて進めてきたところでございます。冒頭申し上げた通り、投票については今年はこの10件になります。
今年だけで終わることではなくて、これからも来年も再来年もやりますので、またご提案をいただきたいと思います。それから私のが入ってないわと思われる方もたくさんいると思うんです。申し上げたように、全てについてどう生かせるか考えていかなきゃいけないかっていうのも区として大事に大事に受け止めております。それについても整理をして皆様にお示しをしたい。でそれをきっかけにまた次なる検討、もしかするとそのテーマでタウンミーティングをやるということもあるのかもしれませんけれども、次なるその区民の皆様、企業の皆様との対話できる、意見交換できる場につなげられるといいなというふうに思っています。多くの皆様にご投票いただきたいので、ぜひメディアの皆様も宣伝をよろしくお願いしたいと思います。私からは以上です。それではこれで本日の記者会見を終了とさせていただきます。ありがとうございました。